食事をいただける感謝ですね。お病の心を持っていただきます。マブさん、これ何ですか？これ五感の芸です、うん、あの薬師寺のお坊さんに、感謝の心を唱えなさいということで食事の前に必ず唱えることにしています。家族も事務所のメンバーも全員、これデフォルトです。食事をいただける感謝ですね、はい、いただきます。うん、うん、おいしい。